スロープも取れていない、うん、そして、まだスクリーンも取れていない、やっと取りに行きましたが、ここは2人でカバー。さあファーストキラー乗り線、さあフラッシュを入れながら、さあフィーズと合わせていきます。先に出ていくのはハレ、これで3キル獲得。スクリーンを取りに行きましたね。完全にリジェクト、相手にアビリティを使わせてからの囲み。ヘブンにいるシュガーブロ、最後はフィーズのキルとなりました。さあここまで痛手ではないんですよね。そうですね、ダブルピーク。しかしデップが時間稼ぎましたね、ここも、はい、その上でワンキル取ることもできてますから、中央でキャリアダウン、お互いがジャンプし、ジェットならではの展開でしたね。中央でキャリアダウン、ハルも来ますよ。さあここはスターが置かれた、壁が張られてしまいました。ただスポットは入っていません。出られましたね。さあ中にいた雷が倒されます、うん、ここはやはりしわ寄せがあったでしょう。こうなるとヘブンのあたりに残っている天がかなりいいポジションですよね。ラークのポジションですね。この天ガシャ避けています。天さらにキルを重ねて時間を稼いでいきます。このヘブンに滞在する時間を長くすれば、いい立ち回りだ、素晴らしい天の立ち回り。ベントまで下がっていますけれども、このベントの先にはなぜかハレがいる、待っていました。冷静な判断ですね。終わりだよ。さあこれで4本キープのノーセプション出てリーガー展開。ハレは強気だ、ハレは強気だ、ダブルリーガーダブル B でキャリアダウン、これはエース取りに行くぞ。あと30秒、手前にはデップ、今度はデップ1人目、そしてしっかり下がっていきます。ジェットらしい素晴らしいワンピックの取り方です。この辺りはデップらしいですね。しっかり引いていきます。で面白いワイヤー、これ抜きました。ただ一方テンもここは丁寧にシェリフを当てていきます。フラッシュを受けて、おお、パーティータイム、中に入っていく。これデップに気づかない、うん、決め打ちをしましたけれども、そんなデップ出てきません。最後はノリセンとカバーが入りまして、リジェクト4本目、早めに壁を叩きました。デップのオペレーターゼロ距離、おお、取り倒してからしっかり引き切るが、ここはトレダム抜いていった。チャージ刑事起動、これ乗り線かなり難しい位置ですね。ただユキロさんスパイク、取りに行かなければいけない、中が取れたような時間帯なんですけれども、まだスパイクは後ろキープしている。テンがワンキル取ってエルボー警戒、このタイミングで進めてくるのを予測していた。これ乗り線バレましたね。丁寧なスローブが入ります。この打ち合いでは乗り線、手前にはソルダム、右行くのが見えました。バイクを設置、これは行きますか。そうですね、まずは壁の上に乗っていないのが分かります。ニューラルセフトを使って中3人が分かりました。ただ中にはソルダム、しかもワイヤーも置いてありますから、ソルダムいった。ただ乗り線パワーでご容赦、残り1名、ワンワン雷、焦る体力がありません。武器はスローブしていった、武器オペレーターだった、そこを狙っていった雷、ここに切りました。 B だろうと、ファーストキル、そしてデップはセンター詰める、センターではフラッシュ、そして B 側ではパラノイアで詰めていきました。そうですね、リザレクション前提とした詰めだったんですかね。そしてデップが再度起きました。これメイが落ち逃げたと思わせてまだ行く、それでもクラシックで勝負を仕掛けた、こうなるときついですよね。残り15秒、ただそれでも入ります。いや時間稼ぎの立ち回りがうまい。さあデップが見えました。これでさすがにワンオンスリーはキープでしょう。そうですね、でも見事な守り、ここまで。さあここは天はジャッジを構えています。ワイヤー切ります。確かにジャッジやればワイヤー切るの簡単です。しかも飛び込んでいたので、本来スクリーンの位置から打ちたかったノリ線も打つことができませんでしたね。さあ頭1個の壁を立てました。そしてコズミックディバイドでかなり手前を抑えて、アフターショックを入れながらフラッシュを入れますが、天、そんなことがある、すれ違い通信、体力がないからこその立ち回り、うわっ、いやでもそうだ、よく晴れも反射神経発作ではありません。残り1名、リジェクト全部取った、全部取った。しかしメイン1人でどうだ、どこまでいけるか。
ワンスリー。さすがにきついか。なぜリジェクト取れた。そう。ただこれ逃げれるか。いや逃げれないですね。ハレは潰れました。どこにいるか分かってる。さあもう B 寄れてる。そしてデップはメインを潰した。これでメインがいないのが分かりました。早い寄りですね。上からメイン、はい、シェリフで降りていく。中にはサカヤ1人目。しかしソルダムのカバーが入りました。ようやくランドストップのチャンスが来ましたね。スパイクを設置。ここまで行くとノーセプション硬いでしょう。そうですね、キルを取って流れを掴むことができれば、こう体を使った連携というのはノーセプションもかなり得意にしていましたから。3人4人5人がおそらく通ったのが分かったでしょう。デップソルダムのファーストキルからスタート。デップは後ろから刺していく。あ、デップ早めに取りに行きます。こうするとメイがちょっと危ない位置ですが、バイクを、まあ、ただスクリーン側はもうプッシュさせないというスローブを立てながら。いやースクリーン3面白い配置ですね。そうですね、デップ後ろから正面では、しかもスクリーン全部落とした。雷が2キル。ここは頭打ち抜きましたけれども、ハレは自己蘇生回復をしていきます。おっと近づよ3人目。重いな。なんだそのアストラのプレイは。いや最後はセロンドと同様の配置です、はい、ただ今度はデップのブレードストーム。あー、ただそうですね、リジェクトもメインが取れていないので、ここはメインにバリアオーブを塞いでヘブンとスクリーンの2面から攻めますか。ただ見てください、テン、ここには壁がある。さあ割られだけでプレッシャー。さあ1ミリ残ってたところ、ソルダムが抜いて、そしてアステル、アステルソルダム。さあラストはデップ。ああ3人目、さすがにここは天下を抑えました。さあ7対4。ある程度後ろからのバックアップなのでしょうがないかなというところでしょうか。さあブラストパック打ちたいですが、スローブがある手前には、おいるのは分かってる。デップなんとか1ミリ耐えましたけれども、手によって束押されてしまいました。いやでもうまいですね、今までのラッシュを防ぎにして今度は A フェイク。さあここはフィーズ走り打ちしながらスペクターで対応、まあ、スペクターならではです。壁を作って、さあそこからシュガーゼロはしっかり自分を守るようなスターを置いています。ここで冷静にその位置にスターを置けますか。取り返しは3人。スポーン側からのところはあのスモークのせいでちょっと入りにくいですね。カメラでハレの位置はバレました。上からノリセン1人目。これで3対3人数イーブン。さあヘブンからの取り返し、これで2対2。正面ではハレ、ソルダムが倒していく。ワンオンツーです。ノリセン体力が1。見えたかいか。ソルダムバリアオーブを両方購入して、そうですね、ヘブンとスクリーンに両方スローブを入れて、あとはバリアオーブを張ってというような展開が多かったですけれども、ファーストピックはソルダム。後半の第1ラウンド、合計の13ラウンド目です。今までどのマップでもメインイベントでも見ましたけれども、ソルダムが積極的にディフェンダーサイドでワンピック取りに行く展開が目立っていました。ここはメイが待っています。肩が見えた。頭一発当てて、ここは弾がなくなったところをデップが潰していきました。グラビティベルを抜けました。ただノリセンが待っている。ソルダムが裏取りは失敗。3対3。体力は41のデップ、設置完了です。おお、ジャンプしたところを当てる、ね、抜いていきます。カメラでしっかり1人補足。これで3対2。このカメラ嫌ですね。超有利な状態でのまずは解除。いや、テンがいいポジション入ってますね。アステルをしっかり守るようなテンの配置。これで手前にはメイ、シュガーゼロが待っている中、ジャッジが後ろに控えているのは怖いでしょう。ほー、中でダブルジャッジが待っています。一気にソルダムからのエントリーでしょう か、 を止めるか。取り返しはどうだ。一旦ジャッジ設置された。そして2本目のジャッジ設置できてません。ラストはヘブンのリセン。セカンドバイは失敗の形として終わるでしょうか。これは苦しいですね。ジャッジの球この距離では3はすぐにすごいワイヤーです。ゲージ起動見えている。しかしフラッシュの返し、ただまだワイヤー壊されていない。アフターショット手前にいるのが分かった。ここはノリセン。さあそしてフィーズも中に入っていく。これは大きい、強気なノリセン。カメラを設置して味方をカバーします。の形難しくなりましたよ。ハレの設置です。さあ取り返し、し
ればデップのリセンが体力ないのでそこを削られるとちょっと人数有利が5対3どうだソルダムが入っていくそこのリセン潰した目だ掴んでいる止めたシュガーゼロ3人目悪いね2オン2雷いいポジション上から雷残りディザレクションも止めたグッときた雷3キルこのソルダムのオペレートジャンプビッグ読みの高めの位置下ややスピーディーに入っていくところハレがアセルを落としてさあセンチネルが落ちたのは非常に大きいんですけれどもこのソルダムのオペレーターさあショルダーピークで一度外させてパラノイアを構えあおパラノイア意味がありませんあえて出てきましたねハレはフィジカルで十分だとわあおっと3人目あそこは頭ごつんですちょっと顔がでかかったちょっと今のはミスですねフィジカルが大きすぎましたハレ力が見えたラスター戦ですオペレーターの回収もするでしょう今の惜しかったですねそこはまあ登ったとしても上のヘブンには登れませんそうですよね、バレオブの使用をソルダムを狙いに行くデップそしてカバには雷素晴らしい挟み方おっとメイもヌーリングサンダーだと思うんですけどねデップの一人の動きでだいぶ展開が変わりましたさらにラークもいますノリセンのラークかなり警戒しますねノリセンは全く顔を出しませんおアセル読めるかここの打ち合いではサイファー勝負ノリセンの方が上回りましたいやノリセンうまいですねここで顔出さない最後の一人この打ち合いではハレさすがのシュガーゼロもこれは難しいですねチームエースクレセミアスクはあるでしょうしかもリジェクトは先ほどから動き攻め方を結構多様性つけてますからここはソルダムソルダムが増えてきましたねパラノイアが入るすごいパラノイアピンポイントでそこを当てる中に入っていくちょっとデッパ入ってきた上に登るしかもよくだあと30秒ここではシュガーゼロ設置は一旦キャンセル体力がないラストワンスリーいやこれ冷静に生き残る立ち回りですね待っているのはソルダム11対9、うん、これアビリティをうまく吐かせることができればノーセプションとしては美味しいんですよアキスの B へはあ誰もいませんこれでデップは多くのアビリティを消耗しましたしバリアオブもまあ切る形になりましたからただここからの取り返しはシュガーゼロのコズミックディバイドを使いながらでしょうどこに刺すか斜めに刺していきましたさあこうなると中に入るしかありません全員で一気に中に入る上からソルダムこれはクリアできるかうわうまい武器よく持ち替えましたあ解除してるぞ解除してるぞ音がこれは全く聞こえないそうですね近くにいないとこうなってくるとクレジットをね少しでもこう温存したいですからねリジェクトも12対10ですいや B はあんまりこう今ミニマップ出てたんですけどどうしてにいないですね、うん、残り1名純粋にこれは A テイク B というか A、B のダブルスプリットで展開を作りたかったところを仕留めていた形になりましたがまで狙うのはシュガーゼロここを崩せればうわ強いなんとかアストラの弱みを握ることができるんですけれどもブルドックでどれだけ粘れてるんだアストラルフォーム中自分を隠すうまいですねこういうプレーですこれがシュガーゼロです当分ないとそうでしょう、そのぐらいのプレーを見せました上からジャッジノーセプション、ねまあ、互いのこうフィジカルを優先したような戦い方でしたねどちらか抜ければいいと、はい、今回は素晴らしいおそらく射撃の音がしましたそのタイミングを見て中いても1人か2人だろうとただ線は耐えるリコンボルトは綺麗に映っているかさあハレは中に入れませんあくまでそのメイン側を詰めていくおっとしかし少しタンクになったソルダムを雷が落としていったさあ中に入っていくがアステルのカバーかなりサイトの中がごちゃっとしましたいやここメイが体力マックスですしいいホットハンドいいホットハンドですこれちょっと危ないですスイズ体力12一発でもヘッド当てればというところですが体力状況の報告は言っているはずですアステルは距離を空けて打ち合えばうんそうですねお見事最後うわ A に寄ってるもう B 前の情報確認しましたよこれ吸い込めしかしここは吸い込まれませんただソルダム待っています3人目横からデップソルダムエースは並ぶたまらない
フィーズのカバーが入りました。残り13秒。あと1人削りたいところですね。よくフィーズ削りましたね。メイは体力もありません。トムを取ってからエントリーするだろう。しかしこれはノリセン続いていった。ライトバック上がった。バックサイドもクリア。完璧に対応しましたね。深すぎる第3ラウンド。スパイクを設置。しかも岸さん、これでライトバック温存できますからね。そうですね。なんなら次のラウンド雷にオーブ取らせてロックダウンの仕上がりというところも考えれますから。はい、お遊びはここまで。さあライトバックここで切りました。ここで切る。さあ乗り線を一旦後ろに戻させて、さあバックサイトボート側に3人控えている中、これダメ。どうだ。しかしフィーズのワンキル。乗り線は前に出る。あ、見えてきましたね。アストラルフォームをしていただろうと思った。3人移ったデップ。かなり移った。センター3を見てどう展開するか。しかしソルダムが前に出る。強引に開けていきましたね。もう離婚移ったの関係ありません。上からソルダムスモークの中に隠れていきます。一方ノリセンがキルを取ってこれで3対4。スモーク役がいなくなりました。あとはフィジカルで押すしかありません。これで B 側にいるのが分かりましたが、で頭を抜いていく。一方ノリセンが2キル目。残り1名。そしてソルダム前に出ていく。見えました。いや強気に前出ていきますね。ボディでピークをしていく。ソルダムは失うものがありませんからね。ソルダムは倒されてもいいラウンドですからね。ラストは点。これがですよ。しかもメイはこれ釣り役です。メイが釣り。横からソルダム出し。1人目2人目3人目。これは刺さりましたね。しかも武器は取らせない。あの動きはグレイブスでしたね。撃ってスモーク炊いてフリーカウント。残り1人4人目アルティメットね。うん、そうです。キャンセル。さあラストはデップ体力は7。最後は天選手。はい、雷のアルティメットに天のアルティメット返しませんでした。そうですね。これをするとどう抑えるのか気になりますね。今の結構珍しいパターンになりますね。通常ねハンターズフューリーでロックダウンを止めるというのがありますが、これはもう削りたくてもあらかじめ打った。ここから素早いリレーが来ますが、その間にエリアを広げられています。ただ時間ないですよ。ここから素早いリテイク。いやー早い。ライトバックを返した。フラッシュからのエントリー。さあ取り返しはどうだ。ローセプション。人数状況5対3。いや全体が的に動きが非常に速い。逃げられないぞ。ラインを上げていった。ハンターのフューリーの返し。ハレのワンキル。さあどうだ。ただ時間がない。実は解除最後の一人だ。していきません。抑えた。ハレが全て落とし切った。すべて落とし切ったが、ここは武器ドロップ。これだけクレジットは削りました。まあ想定とは違いましたね。A でキャリアだ。このラウンドはシュガーゼロの2キルとソルダムの1キルによって、もうあっという間にリジェクトは残り2人。ハレとしてはこのラウンドリザレクションを使うかどうかなんですよね。3対4の人数状況であればいいんですが、切りますか。創生切りました。人数を起こしますね。コズミックディバイドを使うということなんでしょうか。あ、おそらくそうでしょう。まあ、スモークも必要ですからね。優先順位は高いですからね。うん、うわグラビティウェル。いやそ抜けました。狭い。これはよく対応した。ダブルピーク。ただアステルも手前に控えています。中にはまだ残っているのはシュガーゼロ。硬いノーセプション。なるほど。さあここはドローンを壊されました。スワームはディフェンダーサイド。それでエントリーです。これ分断されましたね。離婚でなんとかデップの位置は把握しました。中にはノリセン。ソルダムが入ってくるところを止めていきます。一方メインのカバーが入る。シュガーゼロも中に入っていく。今回のリテイクは早いぞ。設置をする前にリテイク。メイが入ってきた。これは止まらない。メイシュハンターズフューリーがないので回収はありません。さあそれと合わせてライトバック。世界を分かされた十字。完全十字ができました。四分割。設置どこにするか。怖いですよ。抜けてった。いやこれあえてキャットの判断。どうなってるこの試合。前に出れませんお互い。どこから敵が出てくるんだ。最後の一人だ。完全にデスマッチスタートしていました。残り1人。ワンワン。ワンワンです。スパイク落ちるのが厳しいですが、
マッセルがサイトの中にいることは知っていますが、この動きは気づけない。処理点、それを警戒してのキャット2だと思いますが、ただキャットクリアしたので B に寄った瞬間、うわーそこも処理だ。ただノリ戦、これはあくまでツリー。あと30秒、狙いは A です。本命 A、 これも深い駆け引きがありました。カメラがまだ壊せてません。これ設置完了。注目はアステルでしょうか。どういう風な立ち回りをチームとしてしていくか、その指示が今出されているでしょう。ミッドニアのバレてますからね、これ。おっと雷前に出ていく。積極的ソルダムのブレードストームでワンキル。強気に来た。残りの下りは少ないか。ラスト当てヘブンからできる。いやワンワン、どうするこれ。ハンターだ。俺はハンターブフューリー撃たない。うわこれが天だ。今後出てくるであろう天天勝負天と天才、天天才、あとは世界で天図、天図見てみたいです。さあかなり早いラッシュです。センターを詰めていった。そんな攻め側ですけれども、守り側もセンターに固まっている。フラッシュからのエントリー見えてる。さあアステルのキルによってこれでワンオンスリー。残ったのはハレ、頭抜いた。これちょっと冷静じゃないと勝負だ。ハレハレ、どうだ。頭がない。頭切れた。最後はさあここはラッシュの構えを見せるノーセプション。デップのショックダーツによって天が落とされました。面白い。あーこれオールドローンの位置のショックダーツですね。そうですね。いやどうですか、相場使いのユキシロさんから見て。確かに落とせはしますけれども、うまく読み切りましたね。ここはハレ続きだ。何が見えた、何が見えた。ビーズのセリフで合計3キル、セカンドバイ成功。非常にリジェクトらしい。ラストは15秒。いやー、ピクショ確定。残り20秒なので雷を入れていきます。最後はデップのセリフ。 A3 の状態で、遊びはここまで。ただこれハサミが通るとどうですかね。ライトバックからのスタート、キャット上がっていきます。グラビティウェルも発動。さあ手前にいるノリセンがワンキル取って、さあこれでライトバックを返しました。ハレのこのヘブン下は2キル取って、いった人数はイーブン、3対3です。シャッターを閉めて、これキャンセル。メインの位置おそらくバレてると思うんですよね。ライトバックの発動位置的にビーズの体力が10。シャッター閉まってるのどうするか。自分から抜け出し、ここはテンが抑えた。デップが倒されて残り1名。おラストは1人、雷です。オーディン持ちはなるべくキープさせたいですが、4対11、そんなラウンドの余裕はありません。あ落ちてる武器がちょっと苦しいですね。肘が見えたでしょうか。足を引けてるぞ。これ中に入っていくか。ちょっと距離が空いていた。デップのオーディンが吠える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 ぞ。さあステルのカバーが入りましたけれども、被害が大きかったノーセプション、ワンオンスリーです。いないのを完全に確認しましたね。ミッドもバリアオーバーなので、これ A バレてますよ。そして A の音がしました。ドローン転送ジャッジ。いいフラッシュの開始、十分削った。さあさらにブレイズフラッシュの避けであらかじめ後ろを向いていたんですけども、フラッシュがコブにそのまま手前に来てしまいました。どうだ、スパイク拾えていないので。上にはデップ、迫るデップにどこまで気づけるかですね。いい位置だデップ。あー見えてませんね。あと30秒。ヘブンウェイ、しかし手前にいるシュガーゼロどうだ。いたぞ。見えた。おーオーディンの強さ。こちらです。全部抜きがうまい。お遊びはここまでだ。お遊びはここまで。さあノリ戦のお遊びここまでです。やったぞ。あこれです。ファーストキルはノリ戦。デカのカバーが入りました。さあここでデップのリセンが倒されました。これで3対3、いや失礼しました、3対4ですね。カミナリがどう粘れるか。いや粘っていくがメイが入っていく。さあ20秒今度は決めるか。命のラウンド、コズミックディバイドは上がっています。さすがにこれ切るんじゃないですか。 B バックに向けて横に切るのが普通だと思いますが、世界を分かる。斜めに切る。さあ斜めに切りました。世界を分かたれフラッシュで出ていく。滑る。いやそこ、ハレが捕まえていますが、フィーズのカバーが入りました。ワンオンツ
託されたフィーズ。いやーこれは難しい。いやー挑みましたが、ここにどうでしょう、ノンセプションのメンタル的にはここまで追いつかれているっていうのは結構来るもんなんでしょうか。いえ全然だ。